対守る気がないので却下です。はい、僕も一時期使ったんですけどやばいです、失点がマジで失点がやばい。おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今回もサカツクロードトゥーワールドやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今回はですね、何をやっていくかって言ったら、まあね、ちょうど400年なんですよね、今年。うん、まあ400年目すごいですよ。だって400年って今2018年ですから、1618年ですからね。1618年からやってるサッカークラブってやばくないですか。うん、このサカツクのゲームのこの年数システム冷静に考えたらえげつないですよねということで、今回はですね、まあ、SWCC1 回目2回目が終わりましたし、もう最近僕自身がねアリーナやってて思うんですけど、僕1日で最近もうプラチナ残留できるようになったんですね。今この2103っていうのもたった1日で何も更新してないんですよ、今何も更新していない状況で、残留が確定していると。で、前回もですね2日間ちょっとやるのを忘れてしまったんですけど、まあ1日で普通に残留できるようになりまして、まあ環境変わってきてるなと、うん、強いフォメコンって強くなってきてるよねっていうことがありますので、今回は現環境でですね、強い戦術ごとのフォーメーションコンボというものを、考察していこうかと思います。で、今回はちょっと中央突破編でやらせていただくんですが、あくまでもですね、こちら僕の独断と偏見に基づいたものですので、そこの方だけご了承お願いいたします。ということでやっていきましょう。で、始める前にですね、まずは強いフォーメーションの元としてブルーインパクト、そしてスリリング3というものを紹介させていただきます。 SWCC の本大会で、優勝を果たしたスリリング3、圧倒的な強さでしたよね。で、1回目2回目のプレ大会で優勝を2回連続でねやったブルーインパクト、この2つを、基準に強いフォーメーションとは何ぞやといったところを考えていきましょう。で、フォーメーションコンボ、ブルーの方はパスキープマークとオフェンステクニックと、ディフェンス、すごいバランスがいい形。それに対してスリリング3は、シュート、パス、キープとオフェンス、テクニックですよね。両方注目すべきはパスとキープ。これ僕ちょっと考えたんですけど、フォーメーションコンボって上昇値がマックス、星3だと80なんですけど、例えばですね、ドリブルが上昇するのとパスが上昇するの、どっちがいいかって聞かれたら間違いなくパスなんですよ。どうしてかって言ったら、パスに関してはディフェンダーも持ってる要素なんですよね。バランのパスの場所見てほしいんですが、485、一方ドリブルは139なんですよ。 80% 上昇するって考えた時に、ドリブルで、多くの上昇が見込める、元の数が大きければ大きいほど 80% も大きくなりますので、例えばハリー・ケインとかだとね、ドリブルが1047あるので、1047の 80% って言ったら大きいですよね。で、パスも915。ただこれがディフェンダーとかを見た時にですね、ディフェンダーとかセンターディフェンスミッドフィルダーとかを見た時に、ドリブルってあんま高くないんですよね。ただパスに関してはどのフォーメーションでも高いんですよ。そうやって考えた時に、確かに同じオフェンス枠ではあるんですが、パスっていうのは、全てのね11人全てがある程度高い数値を持っているからこそパス強くなるんじゃないかなと。あとキープ力も似たような原理なんですけど、キープ力に関しては、テクニックの場所のトラップ、キープ力、プレスキック。プレスキックはもちろんフリーキックとか PK とかコーナーキックの場面以外では、PK は、精神力とメンタルか。だからプレスキックはまあフリーキックですね。フリーキックとかはまあ PK チャワ、コーナーキックがメインになってくるんですけれども、トラップに関してはボールを受けるときですよね。ただキープ力はボール持ってる時ずっとなので、そうやって考えたらよりいい影響が出るような気もしますよね。まあそうやって考えたらだなんですけど、っていうことでパスキープ強えんじゃね。うん、もちろんスリリング3、優勝した方、準優勝した方ともにセンターフォワードで使っていたのはピネリーでした。って考えた時に余計に、なんかポストプレイヤーはキープが高いしキープ強いんじゃないのって思いもしますよね。っていうことを踏まえた上でやっていきましょう。中央突破の現状最強監督は誰ぞやと、現環境最強監督は誰ぞやということをやっていくんですが、本当に独断と偏見です。なんでもう全然違う人もね全然いると思いますので、お気になさらず見てください。ってことはまずはアクエッティ全員見てから、行っていきましょう。
こちらクリスマスツリー、形としてはブルースリリングスリーともに近くいい形ですよね。ブルースリリングスリーともに2ボランチに4バック5バックとだいぶ守備的なフォーメーションからバランスのいいねフォーメコンになっております。ただクリスマスツリーはかなり守備的なフォーメーションではあるんですが、コンボ効果がねプレースキックパスマークと、パスとマークはすごいいいと思います。マークでねディフェンス全体的に上がれますし、パスでボール回しがしやすくなると。ただワントップに対してのボール回しって、スリートップだったらいっぱいいっぱいね、その前線3人でのパス交換が盛んになるんですけど、結局真ん中でコネコネするだけになっちゃうんですよね。真ん中のトップ下とかボランチの選手がパス、ちっちゃいパスポン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 回すだけで、ワントップにボールいかないみたいなね。でワントップもボール回しに後ろ入ってきちゃうみたいな。だからマジで決定力ないんですよね、クリスマスツリー。見ていただいたら分かると思います。一回自分でしてダイジェスト見たら分かるんですけど、マジでクリスマスツリー決定力ないんですよ。っていうのが一つ弱点かなと。まああとは3つしか上がらないコンボ効果の中の一つがプレースキックで使われているのがだいぶもったいないかなといった印象でございます。お次が平健監督の FC ハリウッド。 FC ハリウッドに関しても似たような現状ですね。ドリブル、メンタル、タックルと、そもそも 4-3-3 の A でかなり攻撃的、守備はちょっとしててね、だいぶ失点を防がなければ厳しいフォーメーションなのに対し、ドリブル、メンタル、タックルのメンタルで一枠使うのはだいぶ痛いかなと。悪くはないんですけどね、ちょっともったいないかなといった感じは否めませんね。ということでお次いきましょう。お次の監督は西村監督かな、違うな、西村監督はあれだ、ブルーだ。ってことはトラッティーニか。ラベキア・シニョーラですね。ラベキア・シニョーラに関しては3バックに2ボランチ、2ボランチはいいんですけど、言われてる通り3バックの失点率やばいよっていうね。あとはセンターフォワード、トリックスターのハードルとかね、っていうのを考えたときに、ちょっと使いにくさは否めないですよね。パスタックル、パスカットっていうのはそこまで悪くないかなと個人的には思うんですけれども、弱いとは言い切れません。ただ3バックが結構このゲームはもう難しくなってきてるよね。点の取り合いになってしまうので、点の取り合いになった時に結局守備力が高いバランスのいいチームから1点取れないと負けるので、そこがもったいないかなと。ということでお次は N スクエアですね。こちら一時期かなり強いんじゃないって言われていたフォーメーションでございます。2トップに、2トップした3ボランチに3バックとかなり攻撃的な布陣ですよね。どん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 真ん中にね、まさしく中央突破。ただ効果の方を見ていただきたい。ドリブル、パス、シュート、守る気あんのかいお前はといったところで、守る気がないので却下です。はい、僕も一時期使ったんですけど、やばいです、失点が。マジで失点がやばい。ということでお次は3ライオンズ。形としてはブルーに似てますよね。2ボランチの、1人をワントップに、トップに置いた感じのフォーメーションになっております。で効果の方を見ていくとですね、パスカット、タックル、ドリブルと、こちら結構いいですよね。やっぱりそのブルーより若干攻撃的な布陣で若干守備的なコンボ効果、そうやって聞いたらブルーにかなり近いので、近い効果を発揮できるのではないかなと3ライオンズは思いますね。個人的には、一番バランスがいいのかなと。課金してないんだったら、一番おすすめは3ライオンズですね、私は。ということでお次はイエローサブマリン行きましょう。こちらもね、強い3ライオンズと並び立って強い強い言われてるフォーメーションなんですけれども、イエローサブマリンに関しては 4-4-2 の A ですね。4バックに1ボランチ、守備的かと聞かれればそうでもないんですが、両ウィングがね降りてきているので、そこまで攻撃に曲振りでもないって感じですね。効果の方はシュート、パスカット、トラップと、広く使う、コートを広く使うフォーメーションですので、ロングパスの、トラップすごい生きてくるのではないかなと思います。やっぱりね、あとはもう一つシュートがやばい、シュート上昇が強すぎるっていうのもありますよね。ただなんで私がイエローサブマリンを3ライオンズよりおすすめしないかと言いますと、ディフェンスミッドフィルダーのレジスタにあります。レジスタ持ってる方、自分のセントラルミッドフィルダーとか、ダイナモとかクラッシャーと見比べてほしいんですけれども、レジスタって CDM の中で最も守備力がないんですよね。ていうか、セントラルミッドフィルダーはパス、結構パス系で、クラッシャーとかダイナモは本当に守備的なのに対して、レジスタはかなり攻撃的な選手になってきますので、攻撃的な選手をセンターディフェンスミッドフィルダーに置かなければならないのに4バックっていうね、点の取り合いになる。ただしっかり守れたら、これだけ攻撃に人数が割けて、かつ、シュートが上がる、
まあ、かなり強いんじゃないかなと。レジスタ、いいレジスタ持ってる方は本当に、まあ、おすすめのフォーメーションでございます。ただ無課金の方だとね、どうしてもレジスター、例えばいいレジスターが揃わないとかがあると思うので、まあ本当に遺跡特訓でね、守備的なものをつけて守備力ちょっと若干底上げするぐらいは必要かなと思います。さあお次はクリスタリッチ監督のオルビロスタイルですね。まあ、451の A ということでワンボランチ、さっきのイエローに若干近い形ですよね。コンボ効果としてはパスカット、タックル、プレースキック、やっぱプレースキックがちょっともったいない、それしか言えない。これがね、プレースキックじゃなかったらまだあったかもしれないんですが、ちょっとね、3つしか 80% 上昇できないうちの、わざわざ3つのうちの1つにプレスタでプレースキック持ってくんのはどうかなと。こちらもそうですよね、フォックススタイル、キープ、スピード、メンタル、メンタルいる？形としてはすごいいいと思うんですよね。4バックに2ボランチ、まあ、かなり守備的ですし、両ウィングが駆け上がって攻撃参加ができるって考えたらかなりいいかなと思うんですが、やっぱりね、メンタルが痛い、メンタルが痛いですよ。っていうことで1人忘れましたね。1人忘れたな、ファルセッティ監督が、失礼いたしました。こちらファルソヌエベ最後ですね、4バックに2ボランチ、形としてはかなり個人的には理想的かなと。ただコンボ効果で上昇するものがトラップ、メンタル、ドリブル、ちょっとおいっていうね、メンタルはいらないでしょっていう、まあ、いらなくはないんですが、わざわざメンタル上昇させるんだったら個人的にはもうパスかシュートでよかったかなと。まあパスシュートまでは言わなくてもマークとかキープとかね、まあでよかったんじゃないかなと思う、まあ、なんとも言えない難しいフォーメーションでございます。ってことで今回の中央トップはね、これで全、フォメコンの監督を紹介させていただきました。やっぱりね、個人的にはまあ3ライオンズ2018かイエローサブマリンかが言われてるようにいいんじゃないでしょうか。ただね、イエローサブマリンの方に関してはレジスタちょっと難しくなってきますので、例えばレジスタね、トニクロースなんか見ていくんですが、クロース、5928、かなり総合値高いんですけれども、ディフェンスの値364と、低い。センターディフェンスミッドフィルダーですからね、これセンターオフェンスミッドフィルダーじゃなくて、かなり低いんですよね、ディフェンスが。例えばじゃあ隣のヤヤテレセンターミッドフィルダー、セントラルミッドフィルダーのヤヤテレはディフェンスが517と低いですよ。ただクロースの 1.5 倍近くありますからね、これ。さらにさらにもっと上を見ていくのであったら、例えばねカゼミロとかもう強いですよね、ディフェンス1317。これぐらいだったらイエローサブマリンのディフェンスミッドフィルダーですごいいい効果発揮できるのかなとか思うんですけど、イエローサブマリンかなり攻撃的なんですよね。本当にいい、まあ、レジスタ持ってて、それに、遺跡特訓でいい守備の能力つけて帰ってきたらいいぐらいかなといったような感じでございます。カンテに関してもディフェンス1176とね、だいぶディフェンスが高いんですけど、レジスタはやっぱりそこが手薄になってしまいますので、そこが一つ弱点かなといった感じは否めません。ただね、他の効果、シュートが上がるとかも見ててもはっきり言って強いので、本当に組んだら点の奪い合いですね。点の奪い合いでかなり、まあ、決定力がないチーム、守備的、例えばセンターバックとかね、すげえ揃ってるけど、ちょっとセンターフォワード揃ってないんだよな、みたいなチームは、逆にイエローの方がね、点が取れて勝てるのではないかなと思います。ってことで、今回は中央突破のフォーメーションについて話させていただきました。ここまでご視聴ありがとうございました。またね、他のフォーメーションも調べて考え次第、上げていきたいと思いますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになっております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。